先ほど名古屋港を訪れたアメリカ戦艦アイオワ号は盛大な歓迎を受けたお礼としてヘリコプターで大空へ桑原知事、森水野両副知事、田淵名古屋市長代理を招待、県庁前グランドを出発して復興途上にある名古屋市を視察しました。蒲郡や宮を中心とする三河地方一帯は観光地としてはもちろん織物の産地としてもまた有名です。特に三河木綿は下木綿とともに全国に知られ、生産高は年額30億に達しています。8月27日三河繊維試験場で県と業界共同主催の織物振興共進会が開かれ、輸出綿布化学繊維織物をはじめ優秀織物600余点を陳列、品質や技術の進歩は参観者の関心を集めました。瀬戸市では9月16日瀬戸物の神様を祀る鎌上神社の祭典を皮切りに瀬戸物祭りが盛大に行われ、市の公会堂では優秀な製品を多数集め見本市、一方陳列館では瀬戸市の誇る陶芸作品展が開かれ、全国から集まった業者や一般の観覧者の人気を集めました。また瀬戸川筋では名物の連売市が開かれ、連日大にぎわいで全市挙げてその発展を祝いました。9月15日年寄りの日、年寄りをいたわりましょうと19日には今年100歳の西春日井郡西春村の磯部花さんに知事からお祝いの言葉と記念品が贈られました。豊橋の養老院では県や市の関係者、地元婦人会の人たちの訪問を受け、慰めの言葉とお土産をいただき、郷土芸術吉田文楽の人形劇を見物、楽しい一日を過ごしました。